新平家物語第723回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です「金礼期」久々に夢温かなその晩の朝取りだったあれやこれ考え出せば尽きないが泊まれ文学が全てを飲み込み顔に案じるなわしにおぶさった気でおるがよい。 由来お主は気が狭すぎると言ってくれたことでもある当面の問題はもう思い煩うまいと決めた襖をかぶると深々かかと背を丸め朝まで何も知らなかった朝毛が済むと三名は連れ立って高尾から東へ降りていった道はそのまま自然にでも小室の仁那島への辻へ出るでは朝鳥 と文学は連れの台風の城を友真と共に立ち止まってここで別れるそして大坪森のよい仁和寺の御口までそっと訪ねまいらすがい必ずその夜は宝眼殿に会えようぞありがとうございまするこれから六条傍門の棚屋を訪ね妻のよもぎ家も久しぶり顔を見せて大晦日にはきっと仁和寺へ伺います ははいい忘れることではございませんそれは忘れまいだが人ごと事にくれるもよいが鼓の約束を果たした後では少しは女房のよもぎこもいたわってやることだのまママ壮行の妻というものには逆に世を先立たれたりするものだ。 死んだあとから女房の徳をめそめそ褒めて自分が無情な夫でなかったしるしを人に知ってもらいたかったりするよりは生きているうちみそうに口先だけでも喜ばしておく方がはるかに天使の部も良いじゃろう。<laughs> この文学にさような説教を申す資格はないがの。して御房にはこれから。 仁な寺へまかり、発信能にお目にかかる。それから先は、お話の模様によってだが、あるいは急に鎌倉へ下ることになるかもしれんえ、え、鎌倉へ鎌倉へと聞くだけでもぞっとするようなお主の命をな。だが、浅鳥、文学を信じるがよい。昔から知ってもおろう。文学は剣営嫌いだ。 世に権力をなくすことは難しいが、権政に任せた権力悪をわしは憎む。この身も高尾山神護寺の一権力だが、神護寺とは人を守る寺のつもりなのじゃ。わしが持つ権力は、世の常の悪しき権門と戦うための力にほかならん。大丈夫。無力のものを虐げはせぬ。朝鳥は黙って神戸を下げた。 若い頃からその通りで変わらない文学であったと思うまたそういう彼をこの世で友と知えた機縁をありがたいとせずにはいられなかった道で彼と別れてからも朝取鳥は気強かった懐には文学からもらった神五寺手形があるこの者怪しむべからず不信あらば神五寺出事申し受けたまわらん文学とある往来手形だ 六原兵を見かけてももうビクビクするには当たらない。そうだよもぎはおらぬが広沢の小屋もどうなっていることやら人目の恐れはないし道もすぐ近い東さがある意味では女房以上にも大事な気のする菅の書物もあのままなはずである朝鳥は急にせかせか歩き出した小屋も柿もそっくりあった。 いやあまりにもそのまますぎる冬草や鶴の実の赤さである。懐かしさよと彼は家の周りをぐるりと一回りした。雨戸はどこも外からは開かなかった。ただ漬物だるや雑食入れの例の納屋の戸は腐っているのですぐ外れた。ぷんと異様な潮かビの匂いと暗さが鼻を打つ。すぐその匂いは彼に妻の初体痩せを思い出させていた。 またここの土中に生けておいた金が消えてなくなった日のよもぎの嘆きが目に浮かんだ。はあ、朝丸もどうしているやら、ふと親の責めに心をかまれる。不良児となった朝丸を世間のせいにする気はない。まして当人の咎ではない。こんな世相の中でもよく育てられ、よく伸びている子もあるのだ。親のわしが皆悪いと思う。 そのうちに彼はおやっと足元を見回した闇に慣れた目がふとキーな土の光を気づかせたものだった彼は土を手にすくってつぶらな目を凝らしたいやすぐ両の手をはたいておぞけを振るったような顔をしたそれは明らかに砂金であった砂金のこぼれは筋を引いて横の壁際まで続いている 雨の日や夜の出入りのためくぐりの切り口が台所へ通じていたがそこもうちから釘が刺してあるそれを破って朝鳥は家へ入ったはあ無事にいたか机はあった書棚もある彼はそこへ座って過ぎた日の居心地を味わった むしろも壁もカビにふくれ、あたりはねずみのふんだらけだが、さすがなつかしさ。つくえのうえをなでまわした。すると、おあるじと、すみでよぶものがあった。そんなはずはありえないと否定しながらも、つぎにはそのもののかげをめにみていた。そうしんのいろがかおをうばい、あさとりはこえもでなかった。おとこはどこにいたのだろうか。のそのそこっちへはいちかづいてくるふうだ。 そして「おい、朝鳥!」とまた呼んだようだった。よく知っているものらしい。朝鳥は震え上がった。無断だったが、どうせ飽き屋、留守をちょっと拝食していたぜ。平然と男は笑う。その白い歯とおもながな顔に覚えがあった。というよりは、ぞっと本能的に背が寒くなった。奥州の金売り吉次なのである。 吉次の影を世間に見るごとにいい世間であった試しは一度もない。朝鳥には迷信のような彼への恐怖が以前からあった。その人間がところもあろうに目の前にいるのである。歯の根も合わず口も聞けない。<laughs> 驚いたのか。いや、無理もない。あれはおととしだったが、ここへお主を訪ねたことがある。 その檻もここから近い大覚寺に泊まっていたが、実は先頃から今度もそこを宿としていた。すると昨日の朝、いきなり六原兵に寝込みを襲われ、逃げ回っての末ここへ潜り込んだというわけだ。いや、近頃俺もご難続きでな。何か人ごとみたいな彼の笑い方である。朝鳥にはそういう不敵な人間の心体がわからない。 驚きは徐々にほぐれても呆然はまだ顔に残っている相手の気心を知らぬことは吉次の方も同様だったそのくせいいものに出会ったと考えてかやがて何かと義経の噂をしだした相手が朝鳥のせいもあろう自分の秘密も包まなかったでは何ですか秀平公の言いつけで義経の君をお迎えに参られたので ところが嫌な奴がいてどうしても法官殿を俺に合わせたがらんのだ。ええ、でも今おっしゃった「英実ごぼうにはお会いになったのでございましょうにその「英実」がくせ者だ。法官殿をどこかへ隠し何かを探しておるらしい。 いいえお間違いでございましょう。英一様はそんなお方ではございません。それに、古族などと言われていますが、片田ダ島は疑心に厚く、皆義経の君を真実思うておられまする。何片田ダ島と聞きとがめて、朝取り、お主はだいぶ分け知りらしいな。ホウガン殿は片田ダ島のうちにおるのかさあ、その辺はなんとも。じゃあ、その後は。 お目にかかっていないなのか実のところぜひぜひお目通りしたい義もあって、とつきあまりもお探し申し上げておりましたそしてそれから、嘘の言えない性分なので、朝鳥りはついそれに答えてしまう。吉次は根掘り葉掘りする。で、荒まし吉次は知ってしまった。へ <laughs> いや、ありがとう。彼は何を思ってか礼を言って、 近く義経が欧州へ落ちてゆくとさえ聞けば、もう彼としては十分だった。そのままを平泉の主君へ復命すればよい。途中義経周獣が無事に国々の席を通りうるか否か、そこまでは預かり知ったことではない。 だが昨今欧州下りの危険さは人とごとの沙汰ではない。現に弟吉内は基礎の席で捕まった。国々の席もあれ以後、一層弦を極めていよう。いや、地方の席所はおろか、この空き家から一歩出るのもうかにはと吉次ははたと考え込む。そうだ。紀州の田辺から船で帰ろう。海には席所もない。明暗だと密かに思った。 けれど、それも紀州へ行くまでが問題である。要所要所は六波羅兵が目を光らせているだろう。と言って東海道はもちろん、東山、北陸、およそ鎌倉霊の検問のない道が他にあろうはずもない。どうだろう。折り入っての頼みだが、義経のためといえば何事も否やを言わぬ朝鳥と見、彼は帰国の急ぎをこう理由づけて求めた。 義経の下校を秀平公へ報じ、向かいの兵を国境まで出しておく。そのための急ぎだが、先々の気度が不安だ。さっきの話のうちに出た神五寺手形を自分に貸してくれまいかというのであった。頼む。その代わりには。と彼は布にくるんだ一握りほどなものを朝取鳥の前に置いた。それは、破れ袋に残された砂金であった。 もとより麻鳥は受けもしない。だが求められた往来手形は断れなかった。我が身の御譜であるものを人として好きでもない彼へ与えてしまった。いやーありがたい。これがあれば、吉次は早速懐へ収めた。そのついでに砂金の包みも引っ込ませて、麻鳥、これはいらないのか。これは、と哀れむべき人間を見るように見下していった。どうぞ。 お持ち帰りを聞くと吉次は変に腹が立ってきた黄金は彼の主君であった事故の使える市場の宝が愚者に無視され愚者に汚された気がしたのだろう実のところもし朝鳥が拒んだ場合はここは空き家と虐殺しても手形は奪い取る気でいたのである その手数も省けた上金はいらぬという相手の無欲さなのだ腹の立つ理由はどこにもないそう考えるとたまらないおかしさが吉次の腹立ちをなだめてくる彼は飛んだ日和にあったようにすぐ立ち上がったそして縁の雨戸を一枚外しすーっと闇から外の白昼へ消えていった後ろ姿を朝鳥は見送っていた 膝のあたりまで一筋の冬の日が差し込んでいる。人を殺すのを何ともしない人間の目が、かげのようにまだそのあたりにギラついている心地だった。危ない命拾いをした淵を彼にしても知らずに過ぎていたわけではなかった。 よろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ